ジニーです。みんなにはあるかい思い出ってやつ。私にもそういうものがありましたね。こんなものを見つけた。こちらのファイル、これはですね、私は高校1年生の時に買ったものになっています。この中に何が入ってるのかというと、過去のプリクラでございます。やばい、怖い。うちね、これずっと保管してて、高校3年間のプリクラが入ってるんですよ。で、私見てなくて、高校3年間って私の時か、もう変化があったんですよ。ちょっとどうなってんのかマジで覚えてなくて、いろいろとお見せしていきたいなと思います。それではレッツゴー。では開けていきますね。あ、偉いわ、私年代別に入れてる。なんかね、手紙入ってんだけど貧困な子供たちを助けられる活動がしたい NGO のチャイルドスポンサーシップうわー、何このメモ書き、やばこの時さ、なんか青年協力隊だっけ、ちゃんとした名前を忘れたんですけど、私がリサーチしまくったんですよ。そのある期間、アフリカとか短い期間にそういうところに授業を教えられるっていう、なんかすごいいいのがあったんですよ。これ高校1年生の時のやつなんだよな。これやりたいなと昔思ってました。できてないのは悔しい。こんなこと高1で書いてましたね。ちょっと他にも紙入ってる。年パス、ファストパス、うわぁ、これ初めての彼氏と行った山寺だ。チケット未だに取っといてる。これも美術館ですね。味の素スタジアム、なんかライブのチケットですね。これなんだ、ちょっとひどいかもしんない。これはですね、今年になってます。証明写真、これ高校2年生の証明写真かな。パスポートを取りたくてやったんだよ、2015年。ああ、2015年って高校3年生じゃん、ギリ高3じゃん。やばくない、なんかヤンキーじゃん。え、なんか人やってるじゃん絶対え、変わったかな。どうだろう、怖っ。この時はね、黒が好きだったんだよ。あのね、やばいこと思い出したし、昔ね、洋服ダサかったんだ。あ、それ年代別に見れるんだ、そこを見てほしいわ。やばいかもしれん。OK、 じゃあ高1から見ていきましょう。高1はですね、この一番端っこに入れてたんだよ確か。いいや、うわーめっちゃあるいや今さ黒とか着てっけどよ、昔はねこんな子だったんだよえぐくない、ファッションダッサいんだけどでこの服はね、上に薄い青のニットに、サイズが合ってるお父さんのストライプ T シャツと、緑のスキニージーンズにお母さんのブーツ。ひどい、ひどいあのね、聞いてほしいの、高校1年生の時は定時制って言って、なんか好きな時間帯に学校行ける学校だったのね。でもうちの学校の上、朝昼晩って3部に分かれてて、うちは1部で朝だったんですよ。で定時制っていうことがあって、私服の学校だったんですよ。だからこういうスタイルだったの高校生の時に。え、だって、あ、これを見て、ワイシャツ、カーディガン、スキニーパンツ、うわ、しかも髪短い。この時ね、髪の毛ショートにしたくてやってたんだよな。みんな一応なんちゃって制服を着てるんですよ、友達とかも。でうちも着てたんだけど、最初ただ通学時自転車だったのね。チャリで行ってると、あの制服じゃないことがバレるんよ。なんかなんちゃってってのがバレて、いろんな人に目つけられて、なんか悪口を言われるんですよ、目の前で。すごい可愛くぶってんじゃないみたいに言われたりして、なんかほんと黙れと思ってたんですけど、そういうのがすごい気になっちゃって、私服化したんだけど、なんか私服になった途端服がないことに気づいて、マジきつかったの。だからずっと、ワイシャツ、カーディガン、スキニーパンツを、なんかやってたの。ずっと。うわ、これ、あなたワンピース着てんだけど。てかさ、写真を見て思ったかもしんないけど、眉毛なくない？眉毛全部、え、ちょっと待って、眉毛全部ないわ。あの昔絶対ノーメイク派だったの。メイクって自分をよく見せるためのものだと今になって思うけど、当時はなんかそれを自分をごまかし、自分を否定してるような気分になってたの。だから絶対しないって決めて、まあ、一応学校だから、ね、まあ、してもいい学校ではあったんだけど、なんか高速緩かったんだけど、でもしなかったんだよな。腕の毛の処理とかあるじゃん、ああいうのとかもなんか自然体じゃないからしちゃダメだって勝手に思ってた。足をしてたのにね本当今思うとさ、うちが通ってた高校は本当に変わってたと思う。でもすごくいい高校だよ。うちが通ってた高校、過小学園って言うんですけど、そこに通っててコンプレックス抱いてる子、胸を張りなさい全然誇れることいっぱいあるから。 OK、 次行こう。購入者が上京した年ですね。あ、安室奈美恵さんのライブに行った時のやつだうちの母さんとのプリクラがめちゃくちゃ多いんだけど上京した時特になったんだけど、母さんとめちゃくちゃプリクラ撮ってたのね。その時のやつがあります。まず時代的にこちらだね。じゃじゃん、このシリーズですボヘミアンにハマっていたんだよね。ボヘミアンってなんか、説明できないんで調べてください。なんかこういう感じの洋服のことで、洋服は確か H&M とかで買ったやつだった。前髪は長かったです。なんか伸ばし長いって事務所に言われてて、伸ばしてた。顔なんか違くない？
なんか高一の写真よりさ若返ってるよね。なんか眉毛もね若干濃くなってんだよな。全身こんな感じ。足怖っ。プリクラってさ足クロスするとめっちゃ太くなるよね。いやほんとさ、うちのお母さん足クロスすんなって言ったはずなんだよ。あと2枚。あーこれ別の機会だ。別人を見てるみたいな、恥ずかしい気分なんだけど。でもう一つありますね、うちの母さんって言ったシリーズ、こちら。これね嫌いじゃないけど、なんかオールアップのツインテールよくやったなと今なって思う。なんかハマってたのかねこの時。でもトップスはね、うちが昔なんかダンスの衣装の時のやつで中3ぐらいの衣装を購入できてますね私。ほらなんかまた顔違う、なんか幼い。同じ高校2年生だったよね。なんか顔違くない？高校1年生から高校2年生にかけて山があるとかなんか好きそうな子だったんだけど、高校2年生以降ぐらいからどんどん今みたいな感じになってきました。ここに他に何やる？あ、やっぱりほら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 、あ、やっぱ痛いやつがいる、これ。じゃあめっちゃ決めてない？右側ですね。この名前がひらがなジェニーになってんのかな、みんな知ってる時期なのかな。なんかモノトーン系にハマり始めてる頃ですね。なんか今髪型ちょっと似てくかもね。今さヘアメイクとかいるけどさ、当時やっぱりライブとかって全部自分でやんなきゃいけなくて、頑張って髪の毛巻いてたんだけど、なんかくせ毛みたいになってるですね。でもこの頃でもワイシャツニットなんだね、スタイルが。この時ハマってた。クロストッキング可愛いよね。他にも購入の写真あるはず。これちょっと今っぽい。これ昔と変わらなくね。あんま変わんないかもしれん。まあ高2はこんなもんだべ。なんかちょっとね見せづらい写真がいっぱいある。この頃にはもうメイクをしてた。うち日の出っていう高校に通ってて、なんかみんな普通にメイクしてたから、この頃にはねもう眉毛ができてます。嬉しい。眉毛がないまま私一生終えるのかと思ってた、普通に自分の思春期を。オッケー、じゃあラスト、高校3年生ですね。高校3年生はね、めっちゃあるの。ほら、めっちゃ撮ってる。でもね、これでも少なくてさ、うち高校ね、週に1回だったのね、高2の時は。でも途中から、2週間に1回しか学校に行けなくなっちゃって、週のこととかで忙しくて。そのために頑張っとってたなっていう感じですね。わわ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 、やばい。ギリ、高2なんですけど、これファンの子と写真撮ってるんですよ。ファンの子は気づいてくれて、プリクラ機のところで会ったのかな？え、一緒に撮ろうよって誘って。一緒に撮りました。その時のやつ今まで撮っていたりよ。覚えてるかな私のこと。うーん、だって大人になってんでしょ、やばくない？山形過剰セントラルって書いてあるわ。山形県民だと過剰線って通じると思います。これねすげえ思い出に撮ってますね。まだまだあります。やばい、ドコモの時のやつだ。あのね昔ね、ドコモやらされてた時期があって、やらされてたって言うと収録ないんですけど、まあやってた時期があるんですね昔の事務所。その時の時代の写真があるんだけど、なんかファッションで赤文字系と青文字系がまず存在してる時期で、赤文字系がなんか渋谷お姉さん系って感じ、ギャルよりでもあるし、なんかエモだとかそういう系で、青文字系が原宿ファッションのなんかサブカルチックな感じ。その時にじゃあ事務所に赤文字系の洋服を着なさいって言われてて、着ててメイクもそれっぽくしててこうなってますね。うわーこれ潔白ね。これあれだよ、赤リップがめっちゃ流行った時期だったよ絶対に。これもドコモ系のやつだ。これハロウィンかなんかの時ですかね。セーラームーンの格好でみんなやってて、うちジュピターになってます。いやもう前髪長い。なんかドコモとかってさ、みんな前髪短くてふわっとしてて可愛い子ねみたいな。この時代だと佐藤ノアちゃんだとか古川優香ちゃんとか、やっぱり前髪長い人いなかったんだよね。個性と思ったけど、音短くしたかったよ。今思うと大人びすぎてて馴染めなかった感パなかった気がしますね。ストリートファッションが好きだったんだけど、切るとなんかうんって言われちゃうから、ちょっと抑え気味な時期ですねまだ。だからねこういう洋服になるわけですよ。ダッサー。いやーでもパンツはいいやつなの。確かエモだじゃなかったかな、もらったんですよ。この時代マジでお金がなかったんですよ私。なんか高い服洋服買いなさいとか言われてたの。月3万できてんのに、なんか1着7000、8000とかいう普通の洋服を買いなさいってなんかすごい言われてて、なんかみんなは私がアイドル活動していたっていうイメージが強い気がするんだけれど、アイドル活動よりもっと前に長くタレント活動していて、その時代に稼いだお金を切り崩しながらやってて、最終的にそこを尽きたんですよ高校3年生の時に。で本当に職業削るしかなくて、その時は1袋6個入ってて60円ぐらいで売ってるじゃがいも、そのじゃがいもでめちゃくちゃ生き延びてましたあの時期。味付け頑張って、塩とバターとかマヨネーズかけて半分食べて、よしこれで3日間は生きていけるみたいな感じの生活を送ってて、本当にこの時代きつかったです。洋服買えなきゃ大変でした。でもなかなかなダサめのセンスですね。スタイリング超悪いじゃん。すごいスタイル悪く見えない？いつかあのファッションの動画出しますね。勉強したんですよね洋服の、してたんですけどこの時も。でもまだまだで
下は悪くないんだけど、トップスと帽子が絶対に違う。これハロウィンのやつだ。だいぶ今っぽいと思う。今でも好きな感じですね、私。こんな感じ。真っ黒けっけ。もう真っ黒に染まった。この頃から足を出してなんなんですけど、生身の肌を出すのがベースかなんか上に重なってないと嫌だなと思ってて、この頃からね、着重ねとかして着てましたね。いやでも可愛いわこの服。初めて渋谷のハロウィン歩きまったんだよこの日。もうさすがに今の顔だもんね。もう一枚あるんですよ。だいぶ今っぽいわ。いやでもなんか若いわ。やっぱ輪郭がもうだいぶ細くなっちゃって、なんかガリガリクソンみたいな感じですね。なあ、これ8月です。夏です。これもでも今とちょっと違くない？やっぱオールバックだからかな。全身の見るとさ、だいぶ爽やかだよね。なんか長い丈のスカートとか知らなくて、高3ぐらいから巻き丈がすごい好きになったの。ほんと恥ずかしくない？足出すの。なんかたまに出すのはいいよ、わかるよ。なんか足出すの可愛いし、そういうファッション好きなんです。なんだったら好きなんだけど、すいませんみたいな感じになる。足痩せ動画見たことある？うちの動画。あの時もう痩せすぎちゃったタイミング、ご飯が食べれなくなって痩せすぎちゃって、回復時なんですよ。あれも足細すぎキモいじゃん。足を出すことがほんと抵抗があった。洋服の好みからなんか顔の変形の仕方がエグいもん。最初から最後の変化形見る。白いこっち側のプリクラが私は高校1年生の時に、こっち側ちは高校3年生の時のプリクラですね。だいぶ印象が変わってるんじゃないかと思います。私が持ってるプリクラがね、このものだったんで、ちょっとお許しくださいませ。はい、というわけでこれで以上なんですけども、皆様うちの黒歴史はいかがだったでしょうか。黒歴史、眉毛ない歴史はいかがだったでしょうか。いや、まあ洋服の趣味から何からも結構バーって変わってるかも。みんなはどの時代が好きでしたか。よかったらコメント欄に書いてみてください。ぜひ今の自分と過去の自分を問題ごとに見てみてください。ちょっと面白いんじゃないかと思います。今23でしょ。大人になったらどうなっていくんだろうね。変わらずいたいけど。あいつもう変わらないよなみたいな、行きたいけど、来たら前髪作ろうと思います。前髪は